ヒラノ仕様、フレンチスタイルの秘密暴露。LV パリファッションウィークの衝撃的な舞台裏、2000ドルの一夜、リッツ、パリが明かすヒラノ仕様の贅沢な冒険。今朝、私のインスタグラムフィードが一際輝いた瞬間がありました。そこには、まるでフランスの夢の中に迷い込んだかのようなヒラノ仕様の姿が映し出されていました。彼の髪はなぜこんなにもフレンチに見えるのか。 そしてその背後に広がる洋風建築の部屋は一体どこにあるのか。これにはファンならずとも誰もが興味津々でしょう。実は、この紙と建物の謎名体融合は、先日の LV パリでファッションウィークの舞台裏に隠されたものでした。フランスを訪れた平野紫耀が宿泊したのは、なんとバンドームの広場に佇む伝説のホテル、リッツ、パリでした。私は興奮冷めやまぬまま、その足跡をたどってみました。 彼が滞在した客室を見つけるまで、午前中をかけて徹底的に探し回りました。そして、ついにその扉を開ける瞬間、感動的な体験でした。部屋は35から40平方メートル、一泊2000ドル以上の価値があり、まさに平野市業とふさわしいオーラに包まれた贅沢な空間でした。リッツ、パリはバンドームの敷地内に佇み、アール、ド、ビーブルの洗練とベル、エポックの贅沢な装飾が見事に調和しています。 このホテルには、ここ、シャネル、F、スコット、フィッツジェラルド、マルセル、プルーストなどの名を冠した客室とスイートが71室ずつ整えられています。まさに、セカンドハウスのような存在感。ガラスの天井の下、大庭園の菩提樹の木陰、ジャズピアノの調べに包まれながら、リッツ、パリは夢が叶う場所と言えるでしょう。ミシュランの星を誇るレストランでは、高級料理の華やかな舞台が広がり、弁明、 バーでは一日中、美味しい料理を楽しむことができます。そして、サロンプルーストでは、ティーアラフランセーズを楽しむことができます。バー、ヘミングウェイでは、バーマン、エクスプラオーダーのシェフ、コリン、フィールドがパリの真夜中の魔法を再現し、エコール、リッツ、エスコフィエでは、フランス料理とテストリーのアプローチを学ぶことができます。リッツ、クラブ、パリとアールデコのプールは、芸術の域に達するリラクゼーションを提供しています。 パリが繰り広げる感動的なパーティーなら、リッツ、パリがその扉を開ける鍵です。夢が止まらない、まるで個人の家にいるような特別な瞬間を演出します。場所はバンドーム広場にあり、市内の中心部に位置しています。サンマルク通りなどのパリで最も美しいショッピング街や、文化観光スポットのオノレ美術館、ルーブル美術館、オペラハウス、シャンゼリゼなどへのアクセスも抜群です。この贅沢な滞在は、 ヒラの仕様だけでなく、私たちも夢見るような冒険となりました。彼の足跡を追って、私たちもリッツ、パリの魅力に触れ、特別な瞬間を刻んでみませんかフランスへの旅が難しいとしても、夢を広げ、想像力をかきたてる旅に出かけてみましょう。さて、ヒラの仕様がこの贅沢な部屋でどんな冒険を繰り広げたのか、彼の瞬間の心情や、新しい環境で感じたことについては、残念ながらわかりませんが、 彼のファンなら、この記事が彼の足跡に触れ、パリの夢を共有できることでしょう。もしあなたがフランスへの旅行を考えているなら、ヒラノ仕の足跡を追うことで、新しい冒険が待っているかもしれません。リッツ、パリは夢が叶う場所、そしてヒラノ仕はその夢を彩る星のように輝いています。彼の足跡をたどって、あなたも光の街で素敵な冒険を楽しんでみてはいかがでしょうか